大阪府高石市にある大阪府立臨海スポーツセンター。2年前私たちはこのリンクの存続問題を取材しました。現在も使用できますが、来年3月で大阪府の補助金打ち切りが決定。今後は厳しい状況です。そこでこのリンクで練習する選手など200名以上が参加して存続支援イベントを開催。主催した支援会の方にリンクへの思いを伺いました。リンクの施設っていうのもですね、駅伝のたすきみたいに次の世代次の世代へ伝えていきたいというふうに考えています。はい。そして現在海外でプログラムを作っている高橋大輔選手もかつてここで練習した一人として支援を訴えました。イベントではこのリンクを拠点に活動するスケーターやアイスホッケーの選手らが迫力満点のプレーを披露。もちろんフィギュアスケーターも負けてはいません。競技は違ってもこのリンクでずっと滑り続けたいという願いは皆同じです。今回のイベントの趣旨に賛同した村上佳菜子選手もゲストスケーターとして出演し、日々リンクに上がる大切さを語ってくれました。上手になるためには練習が必要なので、練習するためにはやっぱりリンクがないとできないので、なくなるのはすごい嫌ですね。今日の演技を見てもっとやりたいって言ってくれる人が増えるように楽しく頑張りたいと思います。スケートの楽しさそして素晴らしさを全身で表現する村上選手。彼女の演技にはスケートを愛する全ての選手の思いが込められています。このリンクで滑りたい、ただそれだけを願う選手たち。大切な存在だと思います。一番大切な存在だと思います。かけがえのない存在。世界とか目指してやってる子たちすごいたくさんいるんで、やっぱり長くずっと続けていってもらいたいなって思います。